今さら聞けない YouTube プレミア公開って何っていうか、未だに勘違いしてる人が非常に多い。 YouTube プレミアムと YouTube のプレミア公開は全くの別物です。 YouTube プレミアムは有料会員なのに対して、プレミア公開は有料ではありません。プレミアっていうのはこういう意味。映画のプレミア試写会とかありますよね。あのプレミアです。ファンと投稿者が一緒にリアルタイムで動画の解禁を楽しめる。動画公開と生配信が合わさったようなシステム。カウントダウンでドキドキしたり、集まった他のユーザーたちとチャットで盛り上がったり、そしてそのチャット欄には投稿者本人も降臨して直接やり取りできちゃったり、制作の裏話を聞けちゃったり、そして投稿者側のメリットも非常に大きい。公開したい動画を予約投稿できる点、そしてその動画 URL を公開前に使うことができるので、事前告知に超便利。何よりね、視聴者のみんなと一緒に動画を見ながら感想の声を直接聞ける。これが楽しくて制作の苦労が全部一瞬で吹き飛ぶんだ。そんなプレミア公開を見る方法、いや方法なんてない。告知された日時に URL にアクセスするだけ。チャットに参加したい方は YouTube のログインを忘れずにね。ちなみに Twitter や外部アプリから飛んだブラウザで見るとチャット欄が表示されない可能性があるので、 YouTube 公式アプリで見ることをお勧めいたします。皆様、推しとのプレミアライフをお楽しみください。というわけで、ビッグママ最新曲ザ・ネイキッド・キング、5月25日夜9時からプレミア公開。もちろんビスタンも参戦いたします。夜9時にプレミア公開で待ち合わせ。お待ちしてます。バイビス。